マッシューハウソンは、イングランドのノーフォーク、のリッジ出身のイギリス人のレーシングドライバー。リチャード・ブラッドリーとニコラ・ラピエールと組んで出走した2015年の、ルマン24時間レースの LMP2 クラスで、クラス優勝を果たしている。2001年の A フォーミュラルノーに、マノーモータースポーツチームで参戦して、フォーミュラレースでのモータースポーツキャリアをスタートさせ、10位に入った。2002年、 a フォーミュラ、フォードのジュニア選手権をはじめ、ランキング8位に入っている。その後、a フォーミュラ、フォードの冬季選手権に参戦し、第5戦で表彰台を獲得した。2003年、メディナスポーツに入り、a フォーミュラ、フォードのレギュラー選手権に参戦して2回の3位と1回の2位を獲得して、ランキング9位でシーズンを終えた。次の冬季選手権に、 チーム JLR で参戦して、総合順位2位に入った。2004年、a フォーミュラ、フォードの第4戦にレースポーツで一部参戦した。その後、チーム SWR パイオニアに移籍して、a フォーミュラ、BMW に参戦し、一勝を挙げて、総合順位12位に入っている。2005年、a フォーミュラ、BMW への参戦を継続し、フィルセルモータースポーツで戦うことになり、 4勝を挙げ、ランキング3位となった。A フォーミュラ BMW のシーズン終了後に行われたフォーミュラ BMW ワールドファイナルでは9位に入っている。2006年、フォーミュラレースに止まり続け、フィルセルモータースポーツに残留して、A フォーミュラルノー2000と A フォーミュラ BMW4000 に参戦することになった。彼は A フォーミュラ BMW で1勝を挙げた。 2007年、資金不足のためヨーロッパでのレース参戦ができなかった。エーポルシェカレラカップを2000、ゲストワークで出走している。その後、アジアンフォーミューラ参選手権の2007-08の冬季シーズンに PTRS レーシングで参戦し、2勝を挙げ、229から332ポイントを獲得して、フレデリック・フェルフィッシュに続く、総合2位の成績を挙げた。 2008年はアジア GT 選手権のビリクラスで2戦出走して2勝した。2年間のレース活動休止期間を経て2011年にモータースポーツに復帰した。その間、マンチェスターメトロポリタン大学での勉学を終了した。2011年シーズンの後半、全日本 F3 選手権に SGC by KCMG チームで参戦し、ランキング7位に入った。 2012年チームに残留し、全日本 F3 選手権の N クラスで一度7位に入り、ランキング5位となった。総合のドライバー部門では、ベストリザルトが7位で、結果のオーポイントに終わった。2013年、FIA 世界耐久選手権の LMP2 クラスに、KCMG チームで参戦し、耐久レースに挑戦することとなった。ルマン24時間レースでは、 ゲストドライバーとして出走している。2014年、KCMG のフルシーズンドライバーとして WEC に参戦した。リチャード・ブラッドリーとは前線でパートナーを組むことになった。サードドライバーはアレキサンドレ・インペラ通りと松田継夫が務めることになった。ハウソンとブラッドリーは3回の LMP にクラス優勝を挙げた。そのうちの2勝はインペラ通リと 残る一勝は、松田と勝ち取ったものである。世界選手権では、ハウソンとブラッドリーは13位に入った。2015年、ハウソンとブラッドリーはまた、KCMG で WEC に参戦した。サードドライバーは、ニック・タンディとニコラ・ラピエールが務めることになった。ハウソンとブラッドリーとラピエールは、ルマン24時間レースで、LMP2 クラス優勝を挙げた。WEC では、 ニュルブルクリンクのレースでもう一勝を挙げているが、そちらのレースのサードドライバーは単利である。ハウソンとブラッドリーは、総合11位の成績でシーズンを終了した。ハウソンは、レースドライバーとしてだけでなく、2004年以降は、ドライバーのトレーナーとしても活動している。2008年から2010年にかけては、ダブルアールレーシングで働いていた。2011年以降は、ハウソンは、 コルテックモータースポーツのトレーナーに就任している。他にこのポジションについているのは、ジェイク・デニス、アレックス・リン、マシュー・バリー、オリバー・ローランド、ウィル・スティーブンスらである。ありがとうございます。